牧野忠介選手です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。まずはドライバーの皆さん、スーパーフォーミュラの魅力とは何ですか？国内最高峰のカテゴリーで、日本国内のみならず世界的に見てもこれだけコーナリングスピードが速い車っていうのはなかなかないと思うので、コーナリングスピードの速さですかね。やっぱドライバーとしては魅力的、めちゃくちゃ走れる。そうですね、なかなかこのスピードで走る車はないと思うんで、すごい刺激的です。はい、ありがとうございます。じゃあ2問目です。国歌演奏の時間があのレース前にあるじゃないですか。ドライバーの方はあの国歌を流してる時間っていうのは何を考えてるのか？カテゴリーとかにもよるんですけど、たまにこう生で歌う時とかあるじゃないですか、そういう時はああうまいなとか思ったりするし基本的なこう流す感じのやつは乗って集中してるって感じなんで、生歌の時はすごいちゃんと聞いてます。で国歌の時はじゃあ割とレース前の集中したい、そういう切り替えですか？そうですね、まあそういうタイミングなんで、いい切り替えのタイミングかもしれないですよね。結構集中できる時間かなと思います。なるほど、ありがとうございます。じゃあ3問目。昔ですね、2シーターフォーミュラーっていうのを作ってお客さん後ろに乗っけてコース走る、そういうイベントがやってたんですよ。牧野さんが後ろに乗ってもらって体験する側だったら、どのドライバーに運転してもらいたいですかと。あはは、それで言うとやっぱ2連覇してるのジュリさん。おお。でもそんなの全開で走るわけがないから参考になるかどうかわかんないですけど、で見たいですね。なるほど、はい、ありがとうございます。4問目、レース中飲み物は飲む派ですか？飲んでるんだったら何を飲みますか？ OS1 を入れてもらってるんですけど、はい、昔は僕全然飲まなかったんですけど、最近はもうレース始まってちょっと落ち着いたらホームストレートで1回絶対飲むとかっていう風に決めるようにしてます。なんかそれこそね、暑い時期のレース結構多いし、自分はいけると思ってても気づいたら熱中症になってるとか結構あるんで、決めて飲むように最近はしてます。なるほど、はい、はい、ありがとうございます。じゃあ最後にレーザーラモン RG さんとのピットリポートで使えそうなですね SF あるある、もしくは自分あるあるがあったら教えてくださいというなかなか高度な質問が来てます。歌わなくていいですじゃあ俺あるあるいいですか？牧野選手あるある。もうね、去年もそうだったんですけど、だいたいフリー走行の走り出し僕調子いいんですよこれもうダンデライアン5号車あるある今シーズンも見てください。去年も改めて多分フリー走行の最初見てもらったら分かるんですけど、はい、大体僕前の方いるんですよダンデライアン5号車あるあるです。わかりました、はいはい、ということで牧野選手質問以上になります、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。